まあなんかちょっとやってみる。余裕ができたら、釣り数をどんどん取りに行く立ち回り。キャンプしたらね、査定落ちるんで。意味わからんシステムよな。入ったな。リロードするタイミングが結構大事で、トーテムがあそこシビト入った時点でサバイバーが離れるから、じゃあのここの発電機、今爆発した発電機のところにジェイクがいて、で向こうにシビト入ったってことはこっち側に寄ってくるわけじゃないですか。寄ってくる時に破滅がバレるから、リロードするとあの破滅割られちゃうんで、あれあリロードしない、あそこで今ね見る感じ救助が結構早い早いチームなんで、次は、特急も読みたい。これはでも2分の1を読み合い。あ、飛ばないの偉い。破滅もあるし、こっち側で固めようか、今回。こっち側の板使わせといて、今の間に後半きつくしよう。救助が早いから、お真ん中、ど真ん中釣ろうか。キャンプかな。もう守れてるから、発電機もルインも。
休日か、今日。まあでも大会入ったからでかいね。瓶リロードする瞬間に来ようとしてたけど、あのキャンセルができるからね、瓶は。いい連携、お前めちゃくちゃ楽しいわ。やっててパーティーもっと来てくれ。俺もう今日パーティーとやりたい。よし、これで悶絶入れて、あ、カラス飛んだわ。壊されたで、これは板に行かせないようにして、でこっち側に巻いて詰ませる。ここはビビトマトか。やっぱ救助、連携ちゃんとしてるな。でこれはなんで悶絶釣らんかっていうと、あの死人も入ってるし、あの悶絶今バーンって爆発したとこなかったから、悶絶使うのもったいないからは使いません。このままサクリファイス狙えるかもしれないからね。フックが落ちるからね、時計すると。これはちょっと時間経ってるから悶絶入れる。マジで立ち回りゲーなんでね、もうキラキャンプするところはキャンプして、キャンプしないところはキャンプしないっていうのをこう考えながらやると勝てる。パーティーガーみたいなのもなくなると思う。
なやかな。あれも逃げれんな、絶対。あの小屋板割るときに、加速瓶小屋板の板側に置いて、で先に置いて、でこの鈍足瓶を角に置いたら、板割ってる時に加速入ってるから次のポジションいけないよね、あれ。で右左行ったら死ぬし、右に行かないといけないからさ、あれ右行ったら死ぬ、右行ったら死ぬし、左行っても手つばしてないから死ぬ。あれは結構つばせられる、割と。地なる力持ってる。